どうもすいません。大賀賞の結果分析です。1着デアリングタクト、2着レシステンシア、3着スマイルカナでした。大外れでした。まあ何度かハイペースになれば先行馬が不利とは限らないっていうようなそういったことも言ったことあるんですけれども、まあ今回はそういう感じにも当たるんですが、ただ追い込み馬にとって不利かというとそうでもなくて、追い込み馬にとってもある程度展開的には競馬しやすかったかなというような感じなんですが、ただそれには条件があって、逃げ馬先行馬たちが後半もいいペースで引っ張っていってるんで、早仕掛けをしちゃダメっていうことですね。ですから直線を向くまで我慢できなかった馬たちについては苦しい競馬をしてるっていうような感じなんですよね。まあ、それはやっぱりコーナーから足を使わせてるっていうような感じで先行馬たちが競馬をしてるんで、コーナーじゃあまり動いちゃいけないっていうような感じで、まあ、あとはごちゃごちゃしたポジションにいたりだとか、あとは、まあ、後方から内をつくなんていうのはもってのほかっていうような展開なので、それで僕ら馬券を買う側についてはですね、毎年桜花賞はあるわけですから、まあ、外れたりしてもそんなでもないんですけれども、ただやっぱり馬にとってはですね、一生に一度の桜花賞で、でその馬に携わっている関係者の皆さんとか、まあそういう方たちにとってはやっぱり運があるか運がないかっていうことは大きくて、まあ例えば今回マルターズ・ディオサっていう馬は引き続き好調というか、かなり出来が良くてですね、チャンスだったんですけれども、その中でやっぱり馬場が合わなかったっていうようなところで、まあ僕はレース前に多分馬場合わないだろうなっていうふうに思ってましたし、パドックでマルターズ・ディオサ見ながら、こんなに出来がいいのにこのタイミングにこんな桜花賞でなかなかないほど雨が降るかっていうような感じで見てて、僕はマルターズ・ディオサの馬券は買ってないんですけれども、でもなんかやっぱりそういうような、なんかいろんなことが頭の中に浮かんできて、そしてやっぱりもう一頭挙げるとするとクラバシュドールですね。まあ、レース前にミルコ・デムーロ騎手の隣にハテナマークをずっとつけてきていて、それで、まあ、そのハテナマークが出たなっていうような感じで、まあ、75点以上の騎乗ができれば馬券圏内に来るんじゃないかっていうふうに思ってたんですけれども、75点どころかもう大げさじゃなくて20点とかよくて30点かなっていうような騎乗ですよね。先日の毎日愛に出走したストーンリッジの岩田未来騎手、まあほぼ新人騎手なんですけれども、まあその騎乗について結果分析で喋ったこと、それに近いところがあるかなっていうような感じで、競馬っていうのはですね、基本的には早めにポジションを決めて、早めに息を入れて、それで後半1000メートル800ぐらいから準備をして徐々にじわーっというような、そういったような競馬、だんだんと前へ前へっていうのが基本なんですけれども、そのストーンリッジと今回のクラバシュドール同じなのは、最初先行しておいてだんだんと道中でズルズル下がっていく、しかもペースが速いマイル戦、まあ毎日愛はちょっと距離が違うんですけれども、今回はペースが速い桜花賞っていう G1 でそういうような下がり方をしていく、しかも途中でその接触しそうになったんで下げてっていうような形で、さらにその後にバランスを崩して何かアクシデント故障でもしたのかなっていうような場面もありましたよね。それぐらいまず道中ひどかったっていうようなところですね。普通の馬だったらですね、マイルの G1 しかも3歳牝馬っていう中で、馬場も悪い中であんな感じの競馬をしたら2桁着順になって当たり前ぐらいな競馬なんですよね。まあ、それでも最後伸びてきて4着っていう、まあ、これは本当にクラバシュドールっていう馬を褒めなきゃいけないなっていうような感じですね。もう道中ですね、4コーナーまでの時点でロスとして10馬身前後はあったんじゃないかっていうぐらい、それぐらいやっぱりまずかわいそうな競馬をしてた中で、さらに直線で打ち突きをしてしまったんですよね。で、まあ、なんかいろいろと人のコメントなんか見てたら、
阪神の馬場、うちの方そんなに悪くなかったっていうふうに書いてる人とかいたんですけれども、全然そんなことないです。その前のですね、2レース芝のレースで後方から打ち突きをして勝ち負けまで持ち込んだり伸びてきた馬っていうのは全くいないですし、まあ、レース前にも言ったんですが、まあ、うちの方ちょっと荒れてきてるんで、特に雨が降るっていうことを考えても追い込み馬に関しては直線は打ち突いちゃいけない、必ず外へのイメージで乗らなきゃいけないっていうふうに言ってたんですが、そうだったんですよね。ですから、まあ、勝ったデアリングタクトもですね、外を回ったとはいえですね、馬場のいいところを通ってましたし、やっぱり外伸びっていうような感じでもあって、まあ、自力があるからデアリングタクトは勝ったんですが、それで、まあ、レース前にも言ったことをもう一回言うんですが、これ結構普段競馬で考えておかなきゃいけないパターンの一つで、それはうちの方が馬場が悪くなってきたとしても先行馬たちに関してはそんなには響かないけれども、後ろから追い込む馬たちについては打ち突きをしたりなんかすると内が荒れてたら響く、そういったような馬場って結構あるんですよね。ですから、まあその辺ですね、先行馬が内目から粘ったからといって内が馬場がいいとか、そういったことは必ずしもそうとは限らないので、まあ、その辺は一つ覚えておいてほしいなというふうに思いますね。こちらは勝ち時計と道中の細かいラップです。 600m の通過34秒9は早いですね。で、だいたい 600m のところ3波論目ってペースが落ち着くもんなんですけれども、そこも11秒3っていうふうにあまり緩んでないですね。で、 1000m の通過も58秒0、これもちょっと早いかなというような感じで、まあ、やっぱり馬場がですね、重馬場発表だったんですが、不良に近いぐらいなところもありましたんで、そう考えるとペースは早かったです。で、でもですね、外目の方の馬場は比較的良かったんですよね。やっぱり使ってきてるところですね、内目の方はですね、まあ、ちょっと荒れてたんで、まだ逃げ馬や2番手のレシステンシア、その辺の馬たちに関してはマイペースで競馬してるんで気分よく走れてるんでいいんですけれども、中途半端のポジションで馬場の悪いところを通った馬たちについては、やっぱり馬場適性だとか、あとは自力だとか、まああとはメンタルの良さだとか、そういったところを求められたところもあると思うんで、ペースが速かった分逆にその後ろの馬たちで苦しんだ馬たちが出たっていうのは、そういうところもあったかなというような感じですね。というのはですね、ここで改めて確認してもらいたいのは、それは例えばハイペースで追い込み競馬が決まるとき、そういったときって後ろの馬たちって追走が楽だったり、手応えよく回ってこれたりすることがほとんどですよね。そういうことなんですが、今回に関してはその手応えよく回ってこれないようなペースや馬場でもあったっていうような、まあ、G1 でもあったっていうようなところで、まあ、自力がないと、馬場適性がないとっていうような感じでもあったかなっていうようなところですね。ただですね、逃げてたスマイルカナに関してはハイペースでも行きたがるぐらい抑えるぐらいな感じだったんですよね。まああんまり活かせると良くないっちゃ良くないんですが、基本的にはスピードとしぶとさで勝負したいタイプということを考えると、まあもう少し活かしてあげても良かったかなっていうような感じはあるっちゃありますね。で、あとはまあ、やっぱり勝負どころですね。4コーナーの手前から直線の入り口っていうところ。そこで2番手のレシステンシア、武豊騎手が早めに仕掛けてて、まあ、直線のムチもレシステンシアが先に入れてますよね。要するに、レシステンシア、武豊騎手が競馬を支配してるような競馬で、普通だったら逃げてるスマイルカナが競馬を支配しなきゃいけないんですが、ちょっと後手後手に回ってるような感じになってしまったところもあって、そういうプレッシャーのかけられ方もしたので、まあ、その辺に関しては中山とかだったら結構柴田大地騎手はあんまりいないんですけれども、まだ柴田大地騎手阪神でのキャリアはそんなには豊富ではないですし、あとは G1 っていうところでそういった中でなんか思い切って乗り切れなかったところもあるっちゃあるかなっていうような感じで、ちょっと慎重になりすぎたがためにレシステンシア武豊騎手に好き勝手乗られたっていうような感じでもあって、で、逃げ馬についてはですね、一つ絶対にやっちゃいけないことというか、
それをやってしまったら逃げ馬に乗っているジョッキーとして失格っていうことがあって、それは他の馬に前に入られることですね。そうすると馬は差し返さなきゃいけなくなるわけですから、そう考えると直線の入り口のところで早めにレシステンシア武豊騎手に前に入られて、先に鞭入れられて、スマイルカナは柴田大地騎手はかわされてから鞭を入れてるんですよね。これっていうのは基本的に逃げ馬では絶対やっちゃいけないことで、そういった意味ではですね、スマイルカナ柴田大地騎手は合格点の逃げはしてたとは思うんですけれども、うまく乗ったってほどでもなかったと思いますね。まあ、柴田大地騎手は逃げのペースメイクがうまい、逃げさせたら JRA の日本人騎手でベスト5には入るっていうふうに高く評価してたんですが、やっぱり阪神 G1 というところ、あとは2番手に武豊騎手がいたということで、まあ、ちょっとやっぱりその辺の対処っていうところで完璧にはいかなかった部分もあったかなっていうような感じですね。それでは右の方から1頭ずついきます。925はふっくらとして仕上がり良かったですね。まあ、ただ見た目的に距離はギリギリか長いかなっていうような感じなんで、短距離使っていけばいいかなっていうような感じありますね。でスタートも出て一旦花に立ったんですけれども、すぐスマイルカナが仕掛けてきたんで、でスピードに乗ってからはスマイルカナの方が速いかなっていうような感じで、まあ、そこで無理せずにっていうような感じだったんですけれども、チェーンオブラブ、チェーンオブラブは仕上がり悪くはなかったと思うんですが、ただちょっと全体的に軽すぎたかなっていうような感じで、この馬は小さな馬なんですが、良い意味での重厚感というかズブさっていう、まあ、貯めれば後半しぶとそうだなっていうような感じがあったんですが、それがちょっとなかったっていうところがあって、まあ、後方で、まあ、直線勝負をしたんですけれども伸びなかったっていうところは、そういうなんか自力がちょっと落ちてるっていうような感じもあったからかなっていうふうに思いますね。まあ、ババも響いたのかもしれないんですが、まあ、ちょっとやっぱり馬体の見た目的に通用しないなっていうような感じはありましたね。スマイルカナ、まあ、スマイルカナについてはほとんど喋ってしまったんですが、まあ、仕上がりは良かったと思いますね。でババについても多分ある程度こなすだろうなっていうふうに思っていて、で柴田大地騎手のコメントなんか見ていても、のめったりすることもなくこなしてたっていうような感じみたいですね。まあ、ただやっぱりですね、両ババの方が良かったかなっていうような感じがあって、というのは2番手のレシステンシアが結構こういう馬場問題なくこなしてたところがあって、それでプレッシャーかけられた部分もあったんで、まあ、パンパンの量だったら少しもう少しストレスが小さい形でスマイルカナ逃げれた可能性はあったかなっていうような感じではありますね。オークスの東京 2400m についてはですね、こなすとは断言できないんですけれども、こなす可能性はあると思いますね。今回みたいな感じだと筋肉が洗練されてますし、もともと運動神経がいい馬で自力のある馬なんで、まあ、きつい展開にならなければ、あとは逃げればっていうような感じはあると思いますね。サンクティエール、サンクティエールは高仕上がりで高馬体でもあったんですが、なんかこの阪神のマイル桜花賞、しかも馬場が渋ってる、さらにレシステンシアとかスマイルカナとか引っ張るかもっていうような、そういったようなイメージをすると、ちょっとあんまり適正的にどうなのかなっていうような感じはありましたね。ですから、まあ、レース前に心配してた器用さっていうところですね、勝負どころでの反応とか、そういった立ち回りができそうなイメージがあんまり湧かなかったっていうような感じで、まあ、馬場が渋ってたっていうのもあるんですけれども、そこで、まあ、なんかいいイメージが湧かなかったところはありましたね。ですからパンパンの量とかだったらまだ競馬しやすかったかなっていうような感じはあるっちゃあるんですが、まあでも基本的にはオークス向きかなっていうような感じで、もう一回オークスの東京 2400m 両馬場をイメージして馬体を見ると、その形だとやっぱりやれそうだな、有力馬になるかもなっていうような感じはしましたし、まあ馬場に関してはですね、ちょっとこの条件でこういうハイペースで厳しい競馬だったから少し苦しいんだとは思うんですが、オモ不良馬場自体はそんなに下手じゃないと思ってるんで、とにかく今回はそういうちょっと特殊な質の厳しいレースでもあったかなっていうような感じでもありますね。で、ルメール騎手は好意の、
ばらけたところで最高にうまく乗ったかなっていうような感じで、まあ、直線本当は外に出したかったんでしょうが、そこで前の馬が外に行きそうだったんで進路を内に変えてっていうような感じで、まあ、ちょっと進路的にも苦しくて、まあ、外に出していれば少しは違ったかもしれないんですが、まあ、それでも馬券圏内までは難しかったかなっていうような感じなので、まあいろいろと適性を考えて今後狙える時もあるかもなっていうような感じですね。マルターズディオさん、マルターズディオさんに関しては最初に喋った通り高馬体でパンパンの量だったら思い印つけてもおかしくないぐらい、それぐらいな感じはありましたね。後位の外目からですね、まあ、直線でババのいいところから追い出したんですけれども、そこで伸びずっていうような感じで、まあ、やっぱりレシス選手や武豊騎手が早め早めに仕掛けて競馬を支配して後続を苦しめるような競馬作ってましたんで、なおさら馬場も響いたかなっていうような感じですね。まあ、この馬は、まあ、本当に両馬場で並ぶところまで行ったら結構勝負強いというか根性もあるところがあって渋いところがあるので、まあ、ちょっとそういう意味でもちょっとかわいそうな動かし方になったなっていうような感じがありますね。距離に関しては、まあ、他の馬たちもですね、結局2400がいい馬なんかいないので、こなす可能性はあり得ると思いますね。まあ、この馬、筋肉の質が良かったり、運動神経もいいので、こういうタイプは効率よく足が溜めれる可能性もなくはないので、まあ、そういった意味でも多く住んでたとしても、あんまり馬鹿にはできないかなと思いますね。ウーマンズハートもある程度仕上がり良かったですね。まあ、ちょっと一頃と比べると、馬体がまとまりすぎているというか、スピード競馬に対応できる感じに作っているのかなというような感じがあって、まあ、そこはちょっと気になったんで、もうちょっとメリハリの効いたゆったりとした作り方はオークスではしてほしいなというふうに思うところはありますね。で、まあ、それなりの競馬はできそうだなと思ってたんですが、ちょっとやっぱり今回もポジションを取りすぎたかなというような感じがあって、まあ、左回りとかだったらあれぐらいポジション取っても問題ないかもしれないんですが、ちょっと右回りだと不器用な感じもあるので、そういった意味ではもっと腹くくって後ろから行った方が良かったかなっていうような気がしたのと、あとは途中で外に出して早めに正攻法の差しをしようとしたんですよね。ちょっと、まあ、最初にも言ったんですが、あのタイミングってレシス選手や武豊騎手とかですね、早めに仕掛けるような、そういったような前が引っ張るような展開だったんで、あんまり動いちゃいけないタイミングでもあったんで、その分なおさら馬場が響いたところもあるかなっていうような感じではありますね。で、まあオークスに変われば得意の左回りに変わりますんで、だいぶ違うかなっていうような感じはあるんですけれども、ただちょっとこの流れは良くないですよね。ですからオークスを本気で取りに行くとしたら、一旦競馬使った方がいいと思いますね。それで後方からですね、直線勝負っていうような、そういったような競馬で、まずは競馬の中でいいイメージを持たせた方がいいかなっていうような感じで、次使ったとしてもすぐに気持ちが切れてしまう可能性があるので、左回りに構っても特に大きな変化がないどころか、あれっていうような競馬になる可能性もあるので、そこはちょっと心配かなっていうふうに思いますね。まあ、距離に関しては、まあ、この馬も2400がいいとは思わないんですが、まあ、ただやっぱり同じ牝馬同士で現時点ではこなす可能性はあるかなっていうような感じですね。昼のマリブも、まあ、この馬なりの仕上がりにはあったと思うんですが、まあ、でもやっぱ見た目的にちょっとパワーが足りないというかですね、もうちょい短い距離がいいかなっていうような感じありますね。で、まあ、後方からの競馬になって直線勝負っていうような形なんで、まあ、距離的にはこなせるとは思うのでいいんですが、ただやっぱりこのメンバーでこの馬場でっていうことになると厳しかったかなっていうような感じでありますね。リアアメリアはですね、やっぱり2歳の時のイメージが強いのか、まあ、パドック解説の人とかも、まあ、すごく雰囲気がいいということで本命にしたりだとか、まあ、そういうような感じでやっぱりまだ過大評価してしまう人が多いと思うんですが、まあ、やっぱりですね、僕がレース前に思ってた通りの感じが出てたなっていうようなところがあって、それは歩き方が軽すぎるっていうことですね。で、この軽さっていうのはですね、そのスピードタイプに作ってしまったらなる時もあるんですが、それ以外で言うと気象的にですね、ふわふわしてしまうっていう時にもなることなんですよね。
で、まあ、リアメリアの方は結局気象的にその、なんかやっぱりしっかりと地面を捉えられてないような感じの歩き方になって、馬体の見た目とかですね、筋肉の張りとか馬の形もいいんですけれども、結局は歩き方が抜けちゃってるような感じの歩き方なんですよね。ですから走ってみても抜けちゃうような感じになる時があるんで、効率よく足が溜めれないっていうようなところもあると思いますね。それで、まあこれはレース前に言ってたことなんですけれども、リアメリアみたいな引っかかる可能性があるタイプは、馬場が渋ってることによって馬場を気にして逆に折り合いがつく可能性がある、そういうふうに言ってたんですが、まあその感じは多分あったと思いますね。折り合いはついたんじゃないかなっていうふうには思うんですが、でも走りなんか見てたらちょっとバランスが悪いですよね。まあそれはやっぱパドックの見た目で軽すぎるところ、走りが抜けそうな感じもあったぐらいなんで、その分体幹もしっかりしてない分、そういうようなバランス崩したり、飲めるような感じもあったのかもなっていうような感じの走りでもあったんで、まあそこもあったなっていうような感じですね。で、中段よりも後ろの内目から競馬をして、まあそれで直線入り口、一瞬内から伸びそうになったところもあったっちゃあったんですが、まあでも、なんか、そこからさらに伸びるっていうような感じもなくて止まったっていうような感じで、まあやっぱりもうパドックの見た目的に、まあ安定感のないというか、そういったような軽すぎる走りが抜けそうなっていうようなところが結局は競馬で行って結果残せないっていうようなところになったところもあるかなっていうような感じですね。まだパンパンの量でワンペースとかだったら、もしくはもうちょい距離が短いとか、そういうような感じだったら比較的競馬できる可能性はあるっちゃあるんですけれども、デアリングタクト。デアリングタクトはパドックでの馬体、やっぱり良かったですね。まあ、ただ、まあ、こういうふうにですね、先行馬が2頭残って追い込んできて勝ったということで、先行馬有利な展開を差し切ったみたいな言い方する人いるんですが、それはないですね。やっぱり追い込み馬にとってもある程度は追い込みやすい展開にはなったと思いますし、しかもデアリングタクトは外外を回ったとはいえ、やっぱり落ち着いて松山騎手が直線勝負をして馬場のいい外を通ってたっていうような感じでもあるので、まあそういうところもあったっちゃあったので、そしてそれだけじゃなくて、やっぱりデアリングタクトはこれで3連勝目ということで、競馬で嫌な思いをしてないし、勢いもあって馬も勝とうというような競馬をしているところがあると思いますね。で、さらに、馬場もですね、やっぱり見た目的に良さそうだなっていうふうに思ってましたんで、まあこういうふうに渋った馬場も良かったと思いますし、パンパンの量で前の先行馬たちが引っ張って後続に足を使わす、そういったような競馬をここの息の相手強化でやったら危うかった可能性はあるとは思うんですが、まあでも、そうですね、パンパンの量だったら、奔走した、っていうふうに断言できるほど能力も低いわけではないですし、やっぱりフロック云々ではなくて、普通に能力の高い馬で上位仕事には入っている中で、そういった中で、まあ、しっかりと力を出して展開的にもいい競馬をしたっていうような感じでもあると思いますね。で、オークスに関してはですね、この馬はやっぱり足を溜めて追い込むっていうようなタイプでもあるんで、まあ、馬体なんか見ててもこなす可能性は高いかなっていうふうに思いますね。まあ、他の馬たちも 2400E とは限らないので、やっぱり単純にその辺ですね、能力の比較とか、素足の質とか、そういったことを考えると、やっぱりオークスでも有力馬の一頭にはなってくるかなっていうふうに思いますね。ただ断然人気するぐらいだったら、まあ、他の馬の単勝を買ってみるのも面白いかなっていうふうには思うところもありますね。フィオリキアリもこの馬なりの仕上がりにはあったと思うんですが、なんかやっぱり横の比較でいくと劣るなっていうような感じありますね。で、まあ、やっぱり馬場も響いたかなっていうような感じで、両馬場の方がいいと思いますし、距離的には1004ぐらいの方が乗りやすいんじゃないかなっていうような感じに見えるところもありますね。まあ、1006自体は問題ないんですけれども、相手も強かったですし、タフな競馬でっていうようなところもあって、馬場も厳しかったかなっていうような内容ですね。クラバシドールはですね、馬体的には、まあ、やっぱりその腰回りとか後ろの付け根回りとかですね、もう少しふっくらしてほしいなっていうような感じがあるんで、そういった意味で
マイナス何キロかしてたっていうのはあんまり印象は良くないんですが、まあでもこういう感じのタイプでもあって、まあ黒橋ロールはこれである程度走るんだろうなっていうような雰囲気はありましたね。もう乗り方についてはですね、最初にしっかりと話しましたんで、まあほとんど喋ることないんですけれども、まあ、もう一つ分かりやすく説明しておくと、やっぱりですね、その内をついちゃいけない時に内をつくと、外から伸びてきてる馬と比べてラスト100とか50とかでですね、内の方が甘くなったりだとか、そういうことが多いんですよね。ですから、まあ、直線の入り口や直線の真ん中どころとかでも勢いよく伸びてきたりとかしてても、この展開だったら内の馬止まるなっていうふうに分かることしょっちゅうあるんですよね。ですから今回も結局は外を出さなきゃいけない、外差しの展開の中で内をついたことによってラスト100とかその辺からは同じような足色になったり、こういうのは基本的に打ち付きをしちゃいけない時に打ち付きをするとよくあるパターンですね。インターミッション、インターミッションは前走よりも馬体良くなってたんじゃないですかね。思ってたよりもよく見えましたね。ただやっぱりババアと、あとはレース展開の厳しさっていうところが響いたかなっていうような感じで、まあ、後方から、まあ、悪くはないんですが、まあ、でも良くもないっていうような内容ですね。ですから思ってたよりもいいところがある馬ですし、距離も、まあ、2400はさすがにちょっと長いっちゃ長いんですが、こなす可能性もあるので、足を溜めて直線勝負っていうようなタイプでもあるんで、もしかしたらオークスあたりで掲示板ぐらいとかうまくはまった時にはあり得るタイプかもなっていうふうに思うところがありますね。マジックキャッスル、マジックキャッスルは、まあこの馬もこういうタイプなんですが、なんか踏み込みが縦に入るような感じで跳ねるような歩き方をするタイプですね。まあ、ディープインパクト3区に結構いるんですけれども、そういうようなタイプってあんまりその主不良馬場とか、特に阪神のような力のいる芝でそういう感じになると良くない馬が多いですね。でそれも響いたとは思うんですが、ただこの馬に関してはですね、まあ、やっぱり一番大きかったのはジョッキーの乗り換わりで、戸崎騎手が、まあ、前走は戸崎騎手じゃないんですが、戸崎騎手とかああいうような追えるようなジョッキーが乗ってないっていうのは響いたかなっていうような感じで、まあ、特にこういう力のいる馬場でタフな展開でっていうことになると、まあ、そういう OL ジョッキーが乗るかどうかでだいぶ変わってきますんで、それもきつかったかなっていうような感じで、後方で外の馬場のいいところだったら、もしかしたら戸崎騎手とかを乗ってたらもうちょっと伸びた可能性があるかなっていうような感じはありましたし、まあ、基本主不良馬場は良くないんですけれども、でも同じ牝馬同士とかレベルがそんなでもないところだったら意外とこなす可能性はあるかなっていう風な感じにも見えるところはあるんで、まあ、今回ダメだったからといってすぐオモフリオババはダメって決めつけない方がいいタイプでもあるかなっていう風に思うところはありますね。まあ、とにかくあんまり中途半端ポジション取って正攻法とかすると素足が鈍ったりじり足っぽくなるところがあるんで、今回みたいに基本的には素足勝負っていうようなパターンが合うかなっていうような感じですね。まあ、このままちょっと2400は長いかなっていうような感じなんですが、まあ3歳牝馬なんでこなす可能性もなくはないとは思いますね。ミヤマザクラ、ミヤマザクラはまあなんか間隔が空いた分ちょっと休み明けっぽさもあるっちゃあるかなっていうような感じで、もうちょっと洗練されてほしいなっていうような感じはあったんですが、まあでも必要な筋肉もついてましたし、仕上がりは8分はあったかなっていうような感じですね。でそういった中でもっとですね、前目から競馬すると思ってたんですが、結構中段あたりっていうポジションがあんまり良くないところで、でごちゃごちゃするようなポジションでもあって、そこで馬場が響いたところもあるかなっていうような感じでもありますね。ですからもうちょっとすんなりとした競馬だったらそこまで馬場を苦にしなかった可能性もあると思います。で良くなかったのは4コーナーから直線を向いたところ、あそこで外に出したかったと思うんですが、まあ、なんか狭くなりそうだったというか、後ろから外から勢いよく来てた馬がいて、まあ、デアリングタクトとかも直後から外から来てたんで、それが見えて福永騎手は内を選んだのかなっていうような感じで、
まあそこは先にデアリングタクトあたりを生かして、そこから立て直して外に出すぐらい、それぐらいの方が良かったかなっていうような感じで、まあこの馬に関してはちょっとうちの馬場の悪いところを選んだっていうのもあまり良くはなかったかなっていうような感じありますね。外に出してたらもしかしたらもうちょっと上位に食い込んでた可能性はあるかもなっていうような内容ではありますね。それで、まあこの馬は2400がベストとは思わないんですが、多分こなす可能性が高いと思うんで、オークスは条件が良くなるかなっていうような感じはあるんで、ただまああんまりその用意ドンの瞬発力勝負みたいなのは合わないタイプなんで、基本的にはジリジリとしぶとさ、スピードとセンスとしぶとさで勝負したいところはあると思うんで、そういうような立ち回りにするか、そういうような展開にはまるかっていうところもあると思いますね。山勝マーメイドはやっぱり馬体はいいんですよね。で、馬場に関してはですね、やっぱり良くないですね。オモフ両馬は良くないんですが、ただ、なんかそうですね、外目の馬場の綺麗なところだったらこなしてもおかしくないかもなっていうような感じもあったんで、それで全然先行して伸びあぐねたっていうところは、やっぱりこの馬気難しいので、気象的に自分からやめちゃったところはあると思いますね。で、まあ、距離的にもですね、1004ぐらいの方が乗りやすいかなっていうような感じがあるんで、まあなんか阪神のマイル桜花賞っていうちょっとタフな舞台で馬場も悪くてっていう、いろいろこの馬にとって気持ちとか、あとは走りの中でリズムよく走れないものが重なった部分もあるかなっていうような感じでありますね。で、まあ基本的には2400は長いんですが、ただこの馬結構筋肉の質がいいので持つ可能性はなくはないと思いますね。それはオークスだけなんですが、コバになってからは2400多分向かないとは思うんですけれども、ですから綺麗な馬場でスピード勝負、もしくは後半ワンペースまとまるような競馬だったら、このまま走るのはやめちゃうんですが、その辺が出ないような立ち回りでスピードとセンス生かしたらいいところ出る可能性なくはないと思いますね。ケープコッドはもっと出来が落ちてるかと思ってたんですが、そこまで極端には落ちてなかったですね。まあ基本的には1004以下がいいとは思うんですが、まあでも今の馬体だとマイルはこなしてもおかしくはないかなと思うんですが、まあただやっぱり馬場がこれだけ悪くなって、さらにレースも厳しくてタフでっていうような中で、ちょっとパワーが足りないところもあるんで厳しかったかなっていうような感じですね。で、まあ後方から馬群の中に突っ込むような感じだったんですが、まあ、もっと落ち着いてですね、少し待って大外に出すとか、それぐらい馬場のいいとこ選んでもよかったかなっていうような感じで、まあ、なんかこういうような展開だとごちゃごちゃしたところ入るとなおさら馬にとっては気持ちが切れやすくなるので、まあ、もうちょっと落ち着いて乗れればっていうような感じはあると思いますね。まあ、岩戸未来騎手こうやっていっぱいチャンスもらってるわけですから、レシステンシアはある程度仕上がりは良かったんですけれども、でもなんかチューリップ賞の時の方が良かったように見えなくもなかったですね。まあなんか今回はやっぱりその歩いてる時の仕草というかですね、まあ、その辺になんかやっぱりピリッとしたものが感じられないところがあって、少しずつ気難しいところは見えやすくなってきてるかなというような感じではありますね。まあ、それでも武豊騎手はですね、とにかく2番手からでも早め早めっていうような意識で、まあ、本当に自分で競馬を作る意識で乗ってたので、他の馬が作る競馬に飲まれるよりかはやっぱり馬は自分で自分から行ってるわけですから、走るわけですよね。ですから武豊騎手の好騎乗もあって、まあ、後半早めっていうような形でしぶとさを生かして2着っていうような感じで、で馬場に関してもこの馬は比較的うまい部類に入るかなっていうような感じで苦にしなかったような感じでもありますね。オークスに関してなんですが、まあさすがに東京2400は長いっちゃ長いんでしょうが、まあ、この馬はまあ本当に自滅して全くダメっていう可能性もあるタイプの反面、なんかもしかしたら折り合いつくかもなっていうぐらい、それぐらいなんかその良くも悪くもですね、以前みたいにガッといく感じがなくなってきてる可能性があるので、もしかしたらうまく作った場合にはオークスこなせる可能性あると思いますし、まあ
トゥーザビクトリーほどではない、能力はそこまではないんですが、まあでもトゥーザビクトリーとちょっと似たところはありますね。こういう気難しいところというか、甘くなるようなところがあるというか、まあそういった意味では、まあ能力の高さ、スピード能力の高さっていうところで、武豊騎手がうまく折り合いつけて気分よく走らせれば2400こなす可能性はあるかなっていうふうに思いますし、基本的にオークスっていうのは絶対能力がまず求められるところで、同じ3歳牝馬同士なんで、やっぱり他の馬たちもベストの距離ではない中で、こういう馬が構想する可能性は普通にあるかなっていうふうに思いますね。エーポスも仕上がりは良かったですね。まあ、思ってたよりも見た目はいい馬体してるなっていうような感じなんですが、まあ、ただやっぱり馬場が悪いっていうのはどうなのかなっていうような感じがあったですし、やっぱりレースレベル的に追い込むのも厳しい競馬にもなったので、ちょっとさすがに厳しかったかなというような感じなんですが、まあ、ただ道中外を回りながらポジションを上げていったような時があって、まあ、思ってたほど腹くくらなかったなというような感じで、あれもちょっとロスになった可能性があるかなというふうに思いますし、まあ、直線もなんかうまく馬場のいいところに出したとかそういうわけでもなくて、結構中途半端な競馬になったんで、まあ、そう考えたらそこまで内容も悪くはないかなというふうに思いましたし、馬体なんか見てたら意外と距離も持つかもなというような感じの仕上がりでもあったんで、この感じのままでいくと、まあ、オークスはさすが厳しいと思うんですが、まあ、意外と選択肢は広がるんじゃないかなというような感じに見えましたね。以上です。失礼します。